3-47グラハナスワルーパアスミタアンバヤアルタバットバサンヤマーディンドリヤジャヤハ。把握作用、特性、エゴ、三グナとの関連性体験と下脱の合目的性にサンヤマすれば感覚を支配できる。3-47グラハナ把握作用スバルーパ特性アスミタエゴの付着アンバヤ関連性グラハナスバルーパアスミタアンバヤ把握特性エゴグナの関連アルタワットバ合目的性サンヤマートサンヤマからインドリア感覚ジャヤハ支配アルタワットバサンヤマーディンドリアジャヤハ目的サンヤマ感覚支配。3-47感覚の把握作用とその特性、それらにまつわるエゴの付着とグナ関連、それに加えて経験下脱の合目的、異常に三山するならば感覚の力支配する。感覚器官、これはわかりますね。目、耳、鼻などですね。を通じての対象の把握作用、これはわかるでしょう。例えば皆さんが目で見る景色、あるいは人物ね。それから耳で聞く音ね。あと、例えば舌を通じて感じる味ですね。とかなど。瞑想修行に関わらず、僕たちが五感を通じて対象を捉えている。そういう把握作用。あるいは認識作用がある。それはわかりますね。で、その次は感覚と判断の特性ですね。まあ、例えば同じ風景を見てもですね、人によって見方が違うわけです。同じ人物を見てもですね、見方が違うわけです。ということはね、一人の人物に対する感覚と判断の特性は、一人一人違っているということです。その特性に気づくことなんです、まず。一人一人の先入観念は違うので、特性が違ってくるということです。基本的なところを見ていくとね、すべての特性というものが失われて無特性になるんです。すべて全体生命の現れてみるなら、チーズケーキ食べようが納豆食べようがね、ラマのマハラシみたいに味おかしくなかったですかって言われても、私にとっては何を食べても一緒です。こうなるでしょう。全体生命をいただいているわけですから、何を食べても一緒です。塩辛くありませんでしたかって聞かれても、そんなことはありません。そういう特性にこだわらないわけですね。下脱しているお方はね。まあそういう意味で、その把握作用は誰にでもあるんだけれども、それに自分は好き嫌いというまあ特性って、あんまり喜ばしくない特性を自分は持っていて、まずそこに気づいてください。それから感覚と判断にまつわるエゴの付着ね、その好き嫌いを支えているのは私という思いなんですね。あなたはそれが納豆が好きですか、いや嫌いです。誰が嫌いなんですか、私が。このエゴ必ずついてるんです。私が、ラマナマハリシの場合には私がという思いないので、あの信者さんが出してくれる食事はいつでも塩辛くてまずいんではないですかって聞かれても、私意識ってないからそんなことはありません。それでおしまいです。感覚判断機能およびエゴとサングナとの関連性、好き嫌いとかそれを支えている私と関係あるのは、サングナっていうのはサットバラジャスタマースのことですが、この現象世界を構成している根本的なエネルギーに付随している3種類の性質ですね。サットバは、まあ、例えば、軽やかとか明るいとか透き通っている透明性とかね。ラジャスは動きたがる動性とも訳されてますが、激しさですね。ダイナミ、いい意味ではダイナミズムを生みますね。けれども、落ち着いて座ってられないですね。すぐ考え事始める。瞑想しても、息の観察してもすぐ考え事始めるとかね。タマスは居眠りね。感覚判断機能及びエゴの経験と下脱。そういうことを経験しても悪くはないってヨガスートラは非常に寛容なんですね。経験したらいいんだよって言ってるんですね。けれども、
そういう経験に付着した執着から下脱しなければいけませんよって教えてる。それがヨーガスーツラの一番尊いところ。経験と詳しく書きますと、それに伴って生じた執着からの下脱という合目的性なんですね。ですから経験して悪いことはないんです。これは釈尊の教えと全く一緒です。釈尊もね、過去のことを考えることが執着ではないって言ってるんです。過去のことを考えたときにそれにとらわれるのが執着だって言ってるだけなんですね。だから未来のことを考えても悪いとは言ってないんです。未来のことを考えて思い悩んでしまう、それが執着だって言ってるんです。で、現在なら現在のことでも現在の好き嫌いに足をすくわれてしまう、それが執着ですよってゴータマブッダはバッデーカラッタスッタっていうのを教えてるんですね。で、経験とそれに伴う執着からの下脱の合目的性、ここのところ分かれば、ヨーガスータラは人生は経験し、執着し、それから下脱する、自由になることを目的にしているから、あなたが生まれ、そしてあなたがヨーガに縁づいたのは、経験と執着に気づいて、その執着から自由になることを目指して修行する。そこにこそあなたの人生の意味とヨーガ修行の意味があるのですよ、っていうふうにヨーガスータラは読めるわけですね。そのように三山すれば、ついには感覚を支配できるようになる。ですからね、下脱しているかどうかはね、その感覚をどれぐらい支配できているかで分かるんです。まあ皆さんご自分でね、人ごとはどうでもいいですから、自分の感覚をどれぐらい、最後の感覚を支配できるじゃなく、自分は自分の感覚五感ですねをどれぐらい支配できているだろうかって日記つけていったんですよ。日記ってメモね、本当は心で気づけばそれで十分なんですよね。復習か3-47、感覚の作用や特性、エゴの付着や具な関連、それに加えて経験と下脱の合目的性に、三山するなら感覚の力を支配し惑わない。半歌3-47、感覚の作用特性に経験下脱の目的があるとは聞かされ分かっても、感覚支配はとてもじゃない。感覚三山その支配、期間なしでの感受作用、無我の知者に全的主権、敷居に種なく私だけ。